明治大学熊本県父母会の前田です。我が熊本県が誇る熊本城を紹介したいと思います。熊本城は平成28年度熊本大地震で被災し、現在全国の方々から支援をいただき復旧中であります。こちらが熊本駅です。建築家安藤忠雄さんが熊本城の石垣の武者返しをイメージして設計されました。駅から中心地まではアクセスも良好で、若者からお年寄りまで年齢を問わずに賑わっています。続きまして阿蘇山を紹介したいと思います。少し足を伸ばせば世界でも有数のカルデラを形成している阿蘇山を望めます。春節の時期には野焼きが行われ、春には美しい新緑をご覧になれます。次は熊本県の郷土料理を紹介したいと思います。熊本といえばやっぱり馬刺しとからしれんこん。肝の振り方を見てください。熊本の馬刺しは刺しが多く、口いっぱいに広がるお肉の甘みととろける食感が楽しめます。熊本にお越しの際はぜひ美味しい郷土料理をご堪能ください。我が熊本県のコロナ禍における取り組みにつきましては、 Zoom による新入生歓迎会、同じく Zoom による父母会を実施いたしました。我々父母会は一歩ずつ子どもたちに寄り添い前進していく所存であります。熊本よかとこばい、遊びに来なせ。やっぱり明治がナンバーワン。遊びに来てね。